1954年ツールドフランスにて、フェルディナント・キュプラーは、スイスマルタン出身の元自転車競技選手。フェルディ・キュプラーとも言われ、強力なスプリント力と山岳での安定した走りを特徴としたオールラウンダー型の選手。現役時代、カウボーイというニックネームが付けられていた。1940年にプロ選手となる。 第二次世界大戦の最中に開催された1942年のツールド・スイスを総合優勝したほか、1943年には中立選手権を制覇した。1948年以降、ロードレース界の第一戦として活躍を続け、同年のツールド・ロマンディ、ツールド・スイスでいずれも総合優勝。1949年、スイス国内選手権。 個人ロードを制覇し、世界自転車選手権、個人ロードでは、リック・バンステイン・ベルヘンに次いで2位に入った。1950年、ジロでイタリア総合4位、その後国内選手権連覇を達成。そして同年のツールド・フランスでは、レース中のトラブルがきっかけとなって、イタリアナショナルチームの全選手が、同チーム監督のアルフィレット・ビンダの指示により、 第12ステージ途中で危険するというハプニングがあったとはいえ、その第12ステージ終了後に総合首位に立ち、その後一度も首位を明け渡すことなく、スイス国籍選手として初めてツールドフランスを制覇した。また、同年の世界選手権、個人ロードでは3位に入ったほか、年間表彰制度であるチャレンジデスグランジコロンボで第1位となった。1951年、 リエージュ・バストーニュ・リエージュを初制覇したほか、二度目のツールド・ロマンディ、三度目のツールド・スイス総合優勝を飾り、シーズン終盤には、悲願の世界選手権、個人ロード優勝も達成するという大活躍の年となった。また同年のジロでイタリアでは、総合3位に入っている。1952年、リエージュ・バストーニュ・リエージュ連覇。ジロでイタリアでは、総合3位に入ったほか、 二度目となるチャレンジでスグランジコロンボ受賞を果たした。その後の選手生活のハイライトは1954年。三度目の国内選手権制覇を果たしたほか、こちらも三度目となるチャレンジでスグランジコロンボ受賞。さらにツールドフランスではポイント賞を獲得した。また、1956年にはミラノトリノを制した。1957年に引退。2016年。 ジューリッヒにて97歳で死去。彼が亡くなるまでツールドフランス優勝者の中では最年長で最古の人物であった。ありがとうございます。